バルブトロニックは自動車のレシプロエンジンに用いられる可変バルブ機構の一つであり、BMW の商標である。吸気バルブのリフトを無段階に制御することを特徴とし、スロットルバルブを使わずに出力の調整を行うことができる。現在、BMW のガソリンエンジンの多くに搭載されている。2001年2月に行われた ジュネーブモーターショーで発表された 316T の直列4気筒エンジンに初めて採用された。アクセルの踏み込み量に応じて、吸気バルブのリフト量を可変させるリンクを電動モーターで駆動することによりエンジン出力を制御する。このため、優れたスロットルレスポンスや、吸気抵抗の低減による燃費やエンジン出力の向上が実現できる。当初は安全対策として、 電子制御スロットルが装備されていたが、その後2002年に発表された7シリーズ用 V8 エンジンや2003年に発表された後、シリーズ用自家6エンジンに採用された際には、スロットルバルブは装備されなかった。また、現状の機構では、超高回転に対応しきれないため、同社の M5M3.32E レース等では、採用されていない。部分負荷ではリフトを小さくすると、 同時に作用角も小さくなり、バノスでバルブタイミングの移動を進めると、吸気バルブを貸し点よりも前に閉じることができる。このため早閉じ、ミラーサイクルと言えなくはないが、BMW ではミラーサイクルではないとしている。スロットルバルブを用いないため、従来の方式に比べて、インテークマニホールド内の負圧が小さくなることから、 ブレーキブースター用のカムシャフト駆動のバキュームポンプが装備されている。リフトとイベントを連続可変させる機構はバルブトロニック以降各社が発表している。ありがとうございます。